さだま選手、今の率直なお気持ちはどうでございますか？いや、夢じゃないのかなっていう、まあ、まだ決まってないですけど、はい、うん、はい、まあ、1号艇っていうだけでもう緊張ですね、はいはい、私今あの西武電車でそこの駅から来ましたけれども、ポスターの中ではさだま選手がもちろん一番右下なんですよ、最若手なんで、はい、この球がお天気よければ日本一の富士山も見れるんですが、日本一の大きなチャンスでございますが、はい、昨日は寝れましたか？しっかり寝れました。そうですか。あの準優勝戦振り返っていただきたいんですが、顔ぶれですね、はい、豪華な顔ぶれの中で準優勝戦勝ったんですけども、はい、お隣にはね、ウリュウさんがいる、その隣には王者がいる、さらにエンターテイナー西山さんがいる、はい、昨年の MVP 石野さんがいる、それからボート界最強のおしどりレーサーがいる、準優勝戦も豪華な顔ぶれで戦いましたが、その前も緊張感はなかったですか？いや、もう緊張を超えてもう気分悪くなるぐらい、もう吐き気がするぐらい緊張しました。そうですか、はい、吐くときはトイレでお願いしたいと思いますけれども。そうでございますか。さあ、冗談はさておき、今節を振り返っていただきましょう。モーター32号機は5日間戦ってね、素晴らしい成績を奥瀬が来てますが、どんな手応えになってますか？いや、もう会えば全部の足が申し分ないと思ってます。そうですか、はい、じゃあもうこの状態を維持しながら、まだね、優勝戦まではたっぷり時間ありますけども、はい、まあ、あの大きなことはせずにという感じになりますか？そうですね、もう気象も、うん、そんなに変わってないので、はい、もう微調整で昨日の足があればしっかりスタート揃えればさえして自分がミスらなければ逃げれると思います。そうですか、はい、じゃあ平常心で、じゃあ勝つためにはスタート5分でいけば先に回れて逃げれると。そうですね、はい、はい、玉川これまで2節戦って、まあ、非常に、ね、勝率も、まあ、2節だけですけれども、この日本一の成績に玉川はご一緒の中でもやっぱり相性はいいという。いや、もうイメージもいいですし、うん、水面も好きですし、はい、いいと思います、はい、そうでございますか。師匠峰さんが丘の上で応援するかと思いますが、何かメンタル的なアドバイスはいただきましたか？準優の前の日の時に宿舎で、うん、まあ、いろんな経験をしてきたから分かるけど、まあ、これが成功にしろ失敗にしろ、うん、自分の財産になっていくっていう言葉が結構自分の中で、まあ、楽にもなりましたし、まあ、後悔しないようにいけって言われて、うん、まあ、自分の中で後悔しないように調整もしましたし、スタートも、いろいろ考えて、冷静に立ち回れたので、まあ、そういう言葉が楽になれたかなと思います。そうですか、頼りになる師匠でございますね、はい、ご自身のボート生活ね、この今月に20まだ3歳になられて、ですからデビューから4年8ヶ月デビューシリーズはね、ちょっとフライングもあって決して順風満帆に来たわけではないですけれども、これまで一般戦で優勝9回重なって、 G1 もそれから SC、 そして特別競争も全てが初物尽くしではありますけれども、はい、今その辺も含めてやってやろうというお気持ちの方が強いですか？いや、もう本当に、まあ、来るときは、まあ、優勝したいなって思ってきてきましたし、まあ、挑戦者っていう気持ちもあるので、もう気持ちだけでは負けないように、優勝戦も行きたいと思います。はい、朝早くからこれだけファンの皆さんが来ていただいております。それでは力強くポールポジションでございます。はい、優勝宣言していただきましょう。まあ、リュースさんの夢でも、あるように、まあ、弟子が SG 取るところを見たいって言われてましたし、自分ちょっと父親が亡くなったんですけど、父の夢でもあったと思うので、ここで絶対優勝して帰りたいと思います。応援よろしくお願いします。1号艇さだまつゆうき選手でございます。2号艇は宮地元樹選手でございます。うん、何かご不満等がありましたら申し分なくおっしゃっていただきたいですが、もっと来てほしい、うん、もう宮地さんは、はい、ね、さだまつさんの先輩でもありますし、はい、もう SG も取ってます、 G1 も取ってます、うん、今の率直なお気持ちはどうでございますか？まあ、そう簡単には勝たせませんよ、はい、うん、ねえ、もちろんそうでございます、はい、やはりご自身の、ね、船券を買っているファンの皆さんに期待に応えるだけだと思いますが、はい、さあ皆さん、35号機
このメンバーの中でよく見たら全て船券絡みということでございますけども、ファン皆さん貢献してますが、今の段階で手応えはどんな仕上がりですか？昨日は悪かったんですけどね、まあ、今日は良くしていくと思います。まあ、もう船足も何も言ってられないですけど、もう勝ちに行くだけです。そうでございますか。はい、時間たっぷりありますが、優勝戦に向けてもう少しこの辺を求めようみたいなところありますか？あ、もう全部です。全部ですか。はい、一昨年に G1、 そして大村の方でグランプリシリーズ取られました。ここ数年間ご自身のリズムってのはどのように把握なさってますか？まあ、悪い時ありましたけど、まあ、少しずつ強くなってるなと最近はよく思います。そうでございますか。はい、喋り始めると表情が和らぐところでございますので、さあ2コースからの戦いになるのか、ピットバナにも勝負するのか、いろいろ作戦はあるかと思います。後輩にも簡単には勝たせないとおっしゃってました。それでは力強く優勝宣言をお願いいたします。そうですね、まだ時間あると思うんで、ぜひ現地でもっともっとお客さん来てほしいです。力をください。はい、2号艇は宮地元選手、アドレナリン満載でございます。はい、非常に馬場さんは多少やりにくい部分はあるかと思いますが、はい、馬場義也選手でございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、さあ昨日の重賞戦は、まあ、あの展開の見方もありましたけれども、しっかりと勝ち切ってという形になりました。はい、まあ、今回まだね、玉川の、モーターというのは歴史がまだ浅いので、いろいろ皆さん調整に苦労なさったところですが、ズバリ馬場さん、なんか新聞なんか見てるとそんなにまだ納得してないというふうに拝見しましたが、今の段階の手応えどんな感じなんですか？はい、そうですね、ちょっと準優勝戦は回転合ってなくて、体感は悪かったですね。はい、そうですか。じゃああくまでも展開が向いたという感じになりますか？もうそこ一本です。はい、そうですか。時間たっぷりありますが、そこへ向けて優勝戦に向けては何か考えるところありますか？あの4日目イン逃げした時の体感が一番良かったので、うん、まあ、そのイメージに近づけれるように、まあ、取り付けとプロペラ調整をしていきたいと思います。じゃあその辺のイメージ、4日目に近づけるような形でと。はい、はい、この2024年の戦いももう間もなく半分が終わろうかとしておりますけれども、ご自身の中のリズムという部分ではどうですか？正直あまり良くなかったので、うん、ちょっと苦しかったんですけれども、うん、ちょっとこの優勝で、なんか流れが変わりそうなので良、はい、かったと思います。はい、近代ボートはこの3コースの選手の立ち回りが非常にね、全体のレースの中でもポイントになるところでございますけれども、はい、はい、スタートカマ今節日本一の清水面、意外と難しいと皆さんおっしゃってますが、その辺は馬場さんどうなんですか？そうですね、早いところでまとまってたので、ちょっと自分的にはゼロ台行き過ぎてたので、うん、ちょっと昨日は本当に、まあ、残ってよかったなというところですね。はい、そうですか。はい、まあ、金層の充実はもうね、説明するまでもございません。さあそれでは馬場さんからも優勝に向けて力強く一言お願いいたします。はい、うちが2人佐賀勢なんですけど、最後は滋賀勢でいきたいと思いますので、皆さんたくさん船券を買って応援してください。お願いします。はい、馬場義也選手でございました。4号艇は森高一馬選手でございます。まあ、今回はね、1号艇の貞松さんが本当21世紀までそういう話題がありますが、もう森高さんは今年の秋でその倍も生きて46になろうかというね。怒ってらっしゃいます？そうですね、もう、いつもその髪型とおひげは本当にきちんといつも手入れなさってますですね。そうですね、非常にこう可愛らしいところもなぜかあるという森高さんでございますけれども、さあレースの話をしなければいけません。モーター51号機非常に、予選道中安定しておりましたが、今の段階の仕上がり状態教えてください。正直もう一足上積み欲しいですね。そうですか。はい、まあ、昨日はちょっと残念ながらね、スタート事故があったレースで、まあ、しかし先に回れて刺される展開にはなりましたけれども、具体的にこの辺が欲しいみたいなところありますか？まあ、このメンバー入るとやっぱもう一足出足も伸びも欲しいですね。うん、なるほど。戦いに関しては逆に言えばそのモーターの裏付けは当然必要になってくるわけですけれども、この辺が気に入ってる、具体的にこの辺がもう少し欲しいっていうのは何かあるんですか？全体的な部分ですか？まあ、全体的に欲しいですね。まあ、今までなんとなく淡々とレースがこなせたなっていうぐらいで、うん、足自体はもう一足欲しいです。そうですか。何かちょっと整備に関して大きなこともしようみたいなところもあるんですか？いや、もう一通り整備はしたんで、もうプロペラだけで、うん、もう半分伸びが欲しいかなっていう感じはします。そうでございますか。はい、
玉川との相性は改めて伺いますが、どんなイメージなんでしょう。いやもう3年も走ってないんで相性も何もないんですけど、うん、そうですよね、はい、そんなこと聞くなっていうようなそんな態度でございますよね、はい、まあね、戦いはもう一つだけという感じでございます。4コースどうですか、やっぱり定番主張したいか、やっぱり角にしたいか、そんなイメージも何か考えてますか。そうですね、まあ角を今イメージしてます。そうでございますか、はい。さあ男は黙って結果を出すだけというのがね、この表情に出てるわけでございますので、さあそれでは森高さんももう一戦ウィナーでございますが、力強くファンの皆様に優勝宣言をお願いいたします。まあ優勝できるように頑張ります。4号艇は森高勝馬選手でございました。5号艇宇流正義選手でございます。よろしくお願いいたします。おはようございます、はい、ありがとうございます。新聞なんか拝見するとなんか試運転とかもう一つなんだけど、意外と玉川は意外性もあって本番の時にはうまくいくんだという、そういうちょっと神がかりなこともあるっていうのを拝見したんですが、そういうところやっぱあるんですか。まあそうですね、スタートに関しては、うん、スタート練習では全く決まらないので、うん、まあ、本番たまたま決まってます。そうですか、はい、34号機の今の仕上がり具合はどんな手応えですか。まあバランスよく、うん、全部上位にあると思います。そうですか、はい、じゃあ、まあそこは大切にしながら、もう優勝戦に向けては特に大きなことは考えずにというところですか。そうですね、もう一通りやったので、うん、もうプロペラ微調整でいきます。そうですか、はい。今年も間もなくね、半年が経とうとしておりますけれども、今回の顔ぶれの中ではね、まあ、ウリュウ様選手会の、ね、代表でもいらっしゃるんですけども最年長でございますが、これまでの玉川の戦い今お話伺いましたけれども、今年のリズムはここまでどうでしょう。いやまあ普段通り、うん、はい、いいと思います。そうですか、レースに関しては、はい、はい。本当にホッとするインタビューでございますけれどもね、はい、本当にもう底力は最上位でございますので、それでは最後に優勝に向けてファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、年取ってますが 若々しくレースしたいと思います。応援よろしくお願いいたします。はい、ウリュウさんでございました。ありがとうございました。6号艇はブス島誠選手です。おはようございます、よろしくお願いします。はい、舞台は日本一の清水面東京多摩川でございますが、ファイナリスト、まあ、唯一の関東勢という形にもなりました、現在は今年の賞金戦線トップはしております。 SC 連覇もかかります。まずエンジンの話、昨日の重賞戦鮮やかにまくり差しハンド決まって2着になりました。最後追い詰める部面もありましたが、14号機はどんな手応えですか。そうですね、正直予選4日間というのは全く合い切ってなくて、うん、渡しきれてなかったんですけど、まあ、昨日朝、プロペラ叩いてチルト跳ねて、はい、良くなりました、はい、じゃ いい方向には向いてるなというところですかね。そうですね、まあはい、ポテンシャル的には、全部引き出してるのかなと思います。多分玉川は比較的一般戦も含めて走られる機会も多いかと思いますけれども、それも一つ自分の中ではその学習材料にはなっているところはありますか。もう玉川代表のつもりで来てますので。玉川代表のつもりで、ありがたいでございますね。さあまずは第一のポイント、コースに関しては何でもできる6枠でございますけれども、ブス島さん他のレースを他の大会でも見てると時々こうピット離れ仕様にするケースもありますが、その辺も考えるところはありますか。いやもう離れ仕様で飛ぶところではないので、うんうん、出たらラッキーかなっていう。あ、なるほどなるほど、はい、まあ、臨機応変にいろいろなことを想定しながらと、はいはい、ぜひ前付けで森高さんの前ぐらいには入っていただきたいなと思ってますけどもね。ね、ね、ね、ございますかね。どうでございますでしょうかね、はい。さあまあ、そういった意味でもね、今節しっかりとやっぱり関東の代表という、ね、意味合いもありますので、はい、今年は現在このボートが引っ張っている第一人者でございます。それでは6枠ではございますけれども、優勝に向けてファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、いつも本当にたくさんの声援ありがとうございます。6枠でも何があるか分かんないので精一杯頑張ります。はい、ありがとうございました。ブス島誠選手でございました。